皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩篇48編、歌、コラの子たちの讃歌。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都をとこしえに固く建てられる。神よ、私たちはあなたの宮の中で、あなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく、地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け、その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために、この方こそまさしく神。よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちをとこしえに導かれる。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。ミチルさんの曲で、ザ・メッセージ・フロム・ヘブンです。
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレターグッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース、おはようございます。沖縄ベタニアチャーチの山内文です。今日の御言葉を拝読したいと思います。ルカの福音書12章22節から24節。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。アーメン。私たちは日々何かしら心配することがたくさんあると思います。生活をしていると悩み事が次から次から出てきますよね。私たちは食べるものにも着るものにも仕事にもありつけるかどうか、また必要な支払いができるかどうか心配してしまいます。また仕事や人間関係でも悩んでしまいます。それは生きていたら当然のことです。ですが、このように私たちにはたくさんの心配事があるので、心に余裕がなくなってしまい、神様の存在が見えなくなってしまっていると思います。イエス様はそんな人々を見かねて、心配しないでいいんだよ、と励ましてくれています。励ますというよりはもっと強い言葉で、心配するのはやめなさいと言っています。なぜなら、私たちには父がいるからです。その父とは天におられる方で、私たちを作り、息を与え、生きるものとしてくださった方です。私たちはその方の子供なのです。しかし、私たちの父は目には見ることができません。ですから、その見えない存在を信じ、信頼するというのは実際のところ難しいですよね。でも、よく周りを見渡して考えてみてください。何を見るかというと、この世界の自然や動物などです。まずイエス様は、カラスのことを考えてごらんなさいと言いました。カラスは種まきはしません。刈り入れもしません。蔵もありません。でも日々カラスを養ってくださる方がいるのです。地球上のすべての生態系がそうです。それらを作った方がいて面倒を見ているんですね。そしてその方が、その方自身に似せて作られた私たち人間。これらの動物よりもはるかに価値がある存在だと言ってくれています。動物とは比べ物になりません。人間には知恵が与えられ、勉学ができ、音楽やアートなどの芸術やスポーツなどを生み出す、知恵があります。また必要な道具を作ることができます。これらすべては父なる神様が与えてくださった賜物なのです。ですから私たちはその神様に頼ることができるのです。そして周りの自然を見てください。お花や木や海や空。それらは本当に美しいですよね。人が作る美しいものもたくさんありますけれども、やはり
天の父なる神様が作ったものは小さいものから大きいものまで素晴らしいですよね。色とりどりで季節ごとにも変わっていって、本当に私たちを喜ばせてくれます。一般的にこれらは移り変わっていくもので、どんなに美しいものでも永遠に残ることはなく、無常とも言うと思います。ですが、神様は道端に咲いている小さな花、この儚いものですら、とても綺麗に作ってくださっています。草花を見てごらんとイエス様は言いました。ルカの福音書12章27節です。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾っていなかったのです。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれるような草でさえ、神様はこのように装ってくださっています。だったらあなた方にそれ以上に良くしてくださらないはずがありません。アーメン。ソロモンとはイスラエルで非常に強大な王国を築いた王様です。ソロモンが作った宮殿はとても素晴らしく、お皿やスプーンなどすべて金で作られていました。とても美しい着物や宝石などもあり余るほど持っていたと思います。でも、たとえたくさん物を持っていたとしても、それによって心が平安になることはありません。物質が満たされていても悩み事というのは尽きないのです。ですから、私たちに必要なのは神様からの平安なのです。神様は私たちに必要なものすべてをご存知で、それを満たしてくださいます。ですから私たちはその方を第一に求めた方がいいということなんですね。ルカの福音書12章31節32節。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。アーメン。御国とは神様が支配しているものです。神様はお金も健康な体も何でも持っています。でもそれ以上に神様の支配の中に入ると平和が訪れます。また平安で満たされます。人間関係も不思議と良くなります。神様のなさることは私たちの理解をはるかに超えていますから、疑わずに信仰を持って祈っていきたいと思います。私たちは必ず神様を信頼することができるようになります。私たちの信じている神様は本当に素晴らしい方です。私たちの必要をすべて知っていて、満たしたいと思ってくれている神様です。ですから、その神様からの祝福を受け取るものとなっていきましょう。アーメン。感謝します。長澤孝文さんの曲で、日々の糧です。どうぞ。命となる
葉は主の光、主の御言葉はイエス・キリスト。耳を傾け、目を離さず、心に保ち命となる。主こそ日々の糧、ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っておりますので、那覇市あけぼの3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。
どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-988-4787。 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。